はい、皆様こんにちは。ワイワイシネマでございます。ここどこやねただいま、これつけてっけど南山城村は道仙坊のところにいてます。道仙坊ってなんかね、村の山の上ですね。今なんかめっちゃ寒いところです。まあ、ここをちょっとあんまり来る機会ないんで、まあ、車でうろうろしながらいいロケーションを探していけたらなと思っております。村の上やな。村の上です。それでは、レディブ、山崎がお届けします。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。おい、アンブ帰ってこい。アンブ帰ってこい。ああ、シャッター固定にしてるやん。シャッター固定にして、シャッター、今それ A になってんのか。シャッター固定からせやね。そうなっちゃってる。ここでこんなに暗いのに125分の1なの。シャッター、うん、ND 入ってるやん。これ昨日設定に入れてた。空が綺麗。空ね、ここで道が分かれるんだけど、うん、右側に行くとね、和束町の方に行けるんですよ。今、ZV-1 で、S 何出とね、これ S ログ2かな。 S ログ2、 S ログ2で露出プラにセンサーサイズちっちゃいからね、ノイズが乗るんですわ。 ND なし。 ND パラソン。レッスンで。こっちは分かった。TDK。あ、ほら、乗馬。お前、ババどこにおる？ババどこにおる？ババ。あ、ババってあれだ。馬のバって感じ。そう。多分、ウダに行ってるよ。たまになんか走ってるよ、車ね。南山城の下の方は全く雪残ってないけど、上だけめっちゃ残ってる。ああ、空と君との間には、ドリキンさん思いっきりなんか脳みそ支配されてる。なんかアンチコメントにああだこうだ言われ、はい、すいませんでした、感化されました。山道を走るときはね、この速攻に注意。飛ぶから。まだ雪残ってまんね。雪いつ降ってたの？ここ標高どれぐらいなの？標高どれぐらいなの？花見じゃなくなってパッと分からへん。なあ。今からどこ向かうんでか？今から喉野をちょっと一周しようかと。喉野というところがあるんですか？喉野というところがあるんですね。どういうとこですか？イメージ、ブルーベリーとイノシシ。南山城村のどこに位置するか説明してほしい。南山城村の中でいうと、あれですね、信楽と京都の真ん中って感じ。信楽と京都の真ん中。そう。滋賀県と京都のちょうど県境の場所ですよ。まあ、簡単に言うと標高が高いとこやな。そう。確かでも海抜で言うたら裏なの。海抜 400m 以上ありそうやね、この感じだと。海抜 400m ってどんな感じ？その南山城村のそのなんていうか平地の部分が海抜何メーターか分からへん。まあ、デイアフターツモローが道の駅が海抜 380m とか。あんまり上がったかんない。あんまり上がったかんない。まっすぐ行くと三国天望台か。三国
展望台、行く体力だね。でも上田さんのブルーベリーかな。お前知り合いのブルーベリー畑ですの看板ですです。お寺、お寺です。ここな、ここ入って、ここは結構いいけどな、奥入ったら。あの奥、うん、あっちにある、あの地、あ、この寺、うん、あ、そうなんや。まあ、不動の滝という場所がありましてですね、この道仙坊の奥、標高が高いところに、南山城村の中の標高が高いところに、まあ行ったことないねんけど、隠れ滝、そう、まあ、仕事でちょっと取らなあかんくて、まあ、仕事モードで行くわけではないけれども、とりあえずまあ道だけロケハンがてらね、ロケハンがてら取ろうかなっていうのが今時点での目的。目的でございます。とにかく庭が広いね、道仙坊の家は。どっからどこが庭なんですか。ほんまに。どっから、まあ、どこ自由に使っても基本なんか怒られるっていう。多分10月とかだけちゃうかな。あの松茸のタイミング。あの辺のタイミングが入っためっちゃ怒られる。うん、な。まあ、なんかいろんな。なんか道あるわ、農道じゃないけど、ちゃんと舗装されてるけど、そうやね。お、ほら、ジグ不動の滝も同じ方向に行くね。え、これこっちじゃん、不動の滝かな。あ、不動の滝、こっちは高麗寺だ。高麗寺はもっとあのきらびやかよ。あ、まあ、どの滝侵入禁止だったんですけど、ええ、あ、でもあれはな、これ入れるやつか。いや、奥にね、広場あんのよ。あ、そうなの。不動の滝の入り口に到着。ここからだいたい15分間ぐらい歩かなあかんそうです。高さ約20メートルの滝で、誰が作ったかわからないけれども不動明王が掘られていると。こんなとこめっちゃ山でございます。山で、まあちょっと滝のところまでは行かないですけど、まあ、入り口のところだけちょっと確認しとこうかなということで、ちょっと先に進んでいきます。思わぬ出会いがあった道仙坊道中。恐ろしく多彩なおじいちゃんに出会いましたな。で、まあ一応あの私有地やけど車止めていいという許可をもらえたんで、ロケハン成功ということで、はい、じゃあ次は帰る道中何かいいとこあったら寄っていこうかなと思います。これで。じゃあ、はい。道仙坊。これ、喉のか。喉の。喉のの、なんか山の中にお寺があるそうなので、そこを最後に。ここへ、六所神社。行くと思います。ここね。六所神社っていうところがあるそうです。六所神社行きます。あ、寒い。これ下と明らかに寒さ違うよね。気泡るとなる。あ、お前、あ、前あれ立ってた、立ってた、どうも。で、木が倒れてる。あ、ほんと、ここに鶏がおるね。お前、鶏ついてくるね。ほんまや。鶏使いの傭兵くん。で、これ気をつけるのは電車手だ。バチってなるね、うん。
なるほど、人が来たら餌もらえるっていうのを学習してるわけですね。そうそうそう。ただいまの気温何度なんでしょうか。ここくっそ寒いわ。めっちゃ寒いな。寒いです。くっそ寒い。寒いです。ひたすら寒い。これものすごい倒れてんな。これね、木がね、とんでもない勢いで倒れとります。震える。うわ、これあれやね、風で引っこ抜けた感じやね。うん、ほら、俺が前来た時は倒れてなかった。うへえ。ご神木ぐらいで乗りてなかった。いや、多分そうやと思うけど、樹齢何年か分かんないですけど、大きい木が倒れちゃってますね。こんなとこです、奥州神社。荘厳やなこれ。うん、はい、初詣終了。なんつうの、なんつうか、意図せず初詣やった。意図せず初詣、うん、たまたま来て写真ね、動画撮らせてもらったから、うん、お礼にお賽銭を入れてパンパンしたから、うん、よく考えたら初詣やったなと思って。なんか今年の抱負を、抱負、まあ抱負を言うのもどうかと思うけどね。まあね、うん、とりあえず頑張りますって言って。でもなんか正しいよね、それが多分、うん、誓いを言う場所って感じだもんね、お願いをする場所というかね、うん、なんかな、おんぶに抱っこっていうのもちょっと甘えすぎやろみたいな。確かに。自分ではね、そんな感じするから、とりあえず頑張るから、はい、頑張ったらちょっといいこと恵んでください的な。そうやね、はい、いいと思います。言っといたけど、お、そろそろバッテリーが切れそうなんで、これにて今日の Vlog 終了ということで、締め縄、さよなら。さすがこれだけ寒いだけあって、帰り道雪が降ってきましたね。雪を取る陽平くんと、ご神木。おい、今倒れる気って表現しちゃってるのに。めっちゃ罰当たりみたいに見えちゃう。ただの気扱いしてる。これめっちゃ幻想的やな。てってれてっ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 てニワトリ。ニワトリってコケコッコで鳴くんじゃなかった。その喫茶先によく似たまで食べ遣い。その喫茶、その喫茶先に
けだ。見つめた指の震えるつぶるよ。ちゃんと出せや。自然はええの。なんかまとまして、自然はいいよね。なんてことあれ。なんやったかな。自然はいいね。なんのことあれ。まあ、APS-C サイズで F 値4でもまあまあまあ F 値4やったらなんかいい感じに、いい感じでボケすぎずみたいな。ボケすぎず、ボケなさすぎず、ボケなさすぎず。やけどやっぱりなんか広角にすると丸太くんが横に広がる。顔でかいかな。待て、で、見え、でかくな、でかく見える。なんて、なんて言ってないんだ。なんてことない。今の意識、もう仕事だ。誰やったっけそれ。彦星十郎。ああ。危機感の欠如ね。危機感の欠如。ちょっと似てた。似てたやろ。千葉さん。この突きつけられた日賀の教授と。消さない。言うて、ここはやっぱり千葉さんのモノマネ、あの高いところ急激に難しいなの。なあ。大丈夫でしょう。だって君弱いもん。領域展開、領域展開、術式解放、術式は反転、あの無限はね至る所にあるんだよ。なんか収束発散、術式反転、あかん。青は反転か。青はまだアニメでは出てきてないな。青は吸収するんちゃう。まあこの虚空に何か、何か当たったらどうのこうのとか言って、術式なんだ。あかん、ずっとこう教えたけど。ほらほら。さあ照れるなよつって、こっちまで恥ずかしくなる。バッチン行くからな。だいぶ首取るかな。首取るな。これぐらいで、これぐらいにしといてあげる。いいなよ言うて、払うぞ言うて。言わなくても払うけど。やつほんま理不尽な。高すぎ、高すぎ、高すぎ。